今スーパー行ってきましたね。これ念願の安売り。シャモもこれ安売りしてたんで、2パック買ってきて、1個今やっちゃいましょう。これは明日唐揚げかなんかすればいいんじゃないかな。これね、野菜がみんな安売りですね、こちらね。ピーマン。うんね。なんで、まずは、いらないっていうか、使わないものを。そうすると中がね、もう、すっからかんだよね。すっからかーん。で、これ、しゃぶしゃぶ用なんだけど、これを使って、すげけチェっていうのがね、今日のメインテーマです。メインテーマ。ね、焼き豆腐があるんだよね、焼き豆腐。ふ。春菊買うの忘れてさ、本当にもう、春菊って、ずーっと口の中で唱えながら、ずーっと歩いてって、気がついたら買ってないね。春菊って言いながら、買い忘れた。ね、そんな感じで、帰ってきました。なんで、今日のすき焼きは春菊なし。で、これね、白菜。食べるんだよな。ね、これも本当の生ですけど、しいたけとえのきを入れてやって、で終わりだよね。どうすっかな、人参な。人参ちょこっと入れてあげよう。もう少ないからさ、人参。ほう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 。で、すき焼きの時はサンダーバード11号があります。じゃんじゃじゃん、じゃん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 じじゃん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 じしょうがねえな、油ねえぞ、これ。いらねえな、別にな。普通のやつでいいね。うん、そうしよう。普通のやつにしよう。じゃっちゃがじゃーん、ちゃん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 。はい、じゃあ、すき焼きを始めますか。意外とね、すき焼きってね、簡単にできちゃうから、気楽にやった方がいいんだよね。昔、すき焼きっていうと、なんか、大ごっつおみたいなね。そういう時代もありましたよね。今もう全然そんなことないし、うちなんかもうあれだよね。うちの袋なんかいつもあのなんだっけ、豚肉とか鶏肉ですき焼きやってたもんね。俺すき焼きって牛肉だけだっていうの知らなかったね。ただちょっと甘くてネギとかが入ってるような、鍋みたいな。初めて東京ですき焼き食った時はなんか、へえ、そんなもんなんだってびっくりしましたよね。そんなもんなんだってびっくりしたんだよね。これ朝のハンバーグまだ残ってますね。不評だったのかな。ちょっとなんかがっかり、すいません、がっかりって感じで、これまだ残ってますね。朝の味噌汁ですね。味噌汁、まさやがっかり。はい、じゃあ味噌汁はここ入れましょうね。よいしょ。はい、味噌汁ね、まさやがっかり。まさやがっかりって。本当にどうでもいいな、ほんの。蓋が2つ丸々とありました。なんだそれは。それで。こちらをやる前に鮭をまず、ししゃもですね、ししゃももね、このなんか口を通してる棒ってなんか面白いよね。ストローみたいなね、ストローでなんかこう飲もうとして顎刺しちゃった人みたいなね。どうしてこう、俺よくわかんないんだよこれね。なんでこれがあるのか、なきゃダメなのこれね。これししゃも屋さん教えて。あれがないだけで、値段がちょっと安くなるんだったら俺値段安い方がいい。まあいいか。
どうでもいい。はい、こっちね。まずは最初はイスカンダルに行って現状おしゃの除去装置もらってもらってダメか。おい、何届けにしてやってんだよ。ほら、参ったな。あのね、ちょっともう洗い忘れてましたよ、ここ社長、ダメですよ、ここ洗い忘れちゃう。これ鮭やった後ですよね。鮭やった後だからこんなに厳しくはないんだけど、ここはちゃんとやっぱり、ああ、つまんだからね。焼き魚をなんでみんながしないかって言うとあれだよね。焼き魚、焼き魚のこの焼きをあれだよね、焼き器を洗うのが大変だからね。で、シャモがね、こうなる、ね、なんであのストローくっついてんの、シャモって教えて、グーグル。しりとりしようよ、しり。んで終わらない言葉教えて、グーグル。しりとりって AI でやられたのきっと人間勝てないよね。ね、5分ね、絶対人間勝てないよね、しりとりね、 AI にね。あ、そっか、無敵だろうな AI って、しりとりに関しては。まずこれ、もうこれいらないね。もう後片付けがね、大変でさ、だってこれ、俺一人だったら大変だよ。うちの奥さんやってくれた方がいいけどさ。はい、白菜。まあ、いい白菜だね。なんか、あれだよね。オールジャパンコンテスト第1位になった白菜とか、そういう、やめたくたらね。すごいよね、白菜が畑から僕の体の一部になろうとしてやってきてくれてる。あ、ビールかいって、ビール飲みて、ビール飲もう。今日ばあちゃんの命日だし勘弁してもらおう。いや別にそれ関係ねえって、いつもなんか理由つけたら飲むんだよね、お酒飲む人ってね。あれ今日だよね、俺はただマイクロバイオームに操られて飲んでるんだ。でね、これね、でこれはやっぱいいよ。まいちゃん来ました、まいちゃん来ました。キノコ買っちまったんだけどさ、あんまりいいキノコじゃなかったんだよね、失敗だよね。これしゃぶしゃぶ肉ですけれども、これをみんな食べちゃうんですね。どんな何を、これが悪い匂いしてるとさ、ガガーンって感じですね。大きいガガーンって音がするよね。まず糸こんにゃくを全部ガガーン。これ糸こんにゃくあればもうあと何もじゃない。牛肉も何もじゃない。糸こんにゃくだけでいい。そのぐらい糸こんにゃくに対しての愛情がありますね。この時だけはまあ、どうだろうね。総合順位第8位ぐらいじゃないか。相当低いよね。だって8種類もないもん。入るぐらい。もう、1、2、3、4。しいたけはどうだろうね。総合順位。1位。ちょっとそれでかすぎるよ。1位は。しいたけ1位になっちゃダメだよ。やっぱしいたけはこう、なんていうの、あれだよね。ちょっとこう後ろにいる頼りになる脇役みたいなね、そういう感じですよね、椎茸。どう考えてもね、うん、表に出ちゃダメだよ、うん、ね、ちょっとおどけ気味でさ、よう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 って言ってさ、で主人公がこう最後やべって時に出てきてさ助けてくれるのな、椎茸。人参は何位だろうね。順当に
7位ぐらい。えのきより2位だけかよ。え、えのき7位、えのき8位だっけ。えのき8位だよね。えのき第8位ね。でも8位はちょっとかわいそうだよね。第1位は牛肉っていうのはちょっとダメだよね。そんな牛肉第1位なんてちょっと誰もが予想する順位なんでね、それはダメだよ。牛肉はやっぱり牛肉9位、まあ、それもなあ。ちょっとあのこうね、丸太切りって言います。僕はこれ丸太切り、もう斜めに切らないね。僕これが好きね。これは大事ですよね。なんかすげえ焦げてる顔にする。シャモは今や今舞台下手ではシャモが焦げ始めてますね。5分でひっくり返す必ず。今は4分ですけどもうひっくり返しちゃいました。シャモはね小さいからね足が速いんだわ、うん、あっという間に黒焦げになるからね。とシャモほどあの素晴らしいものないよね。第1位かもしれないね。なんですき焼きにシャモ入れるの。すき焼きつまり体全体食えるでしょ。なんかもうこんなみんな食えるようなオールマイティーな人がいたら俺全財産投げ寄ってもいいよね。大した量大したことねえな全財産つってもな。俺んちは俺はねえんだよあんま。奥さんなんだよ。笑うね。笑うとこじゃないでしょ。こっちは泣くん。いや泣くとこでもないでしょ。じゃあどうしようって。私どうしたらいいのよ。今の桃井かおりさんっていうね。そうじゃないもん。今の桃井かおりさんっていうね。で俺桃井かおりさん好きでしたよ。もう本当にもうちょっと年の差がなくて身分の差がなかったら結婚してもらいたかったもんね。身分の差ってなんだろうね。あの人王侯貴族なんだよね。バレリーナだったんだよなあの人ね。すごいイギリスかなんかで留学しててなんかわかんないけど不良少女の役をしちゃったんだよねあれね。あの青春の砂鉄でしたっけね。証券と熱愛だったんでしょ。ねえ、いいなあ証券。あ、そう。いや、そうじゃな。俺もあとあの松井林が聞こえるって言ったね。山崎つむさんが出ててね、大好きでしたね。うん。これはあの。なんかくだらないことばっかり言ってるよね。これを食うためにすき焼きはあるんですね。あの第1位は焼き豆腐ね。はい、まあいいでしょう。それで第1位焼き豆腐だってさ。ああもうやってらんねえぞ俺たち帰るぜ。どうするすき焼きからみんな帰ってったら焼き豆腐以外全員帰っちゃいましたよ。まさやさん今日のすき焼き焼き豆腐だけですよ。みんな帰っちゃいましたよ。えあなたが変なランキング言うからよ。ミトコンニャクあるわ。ああじゃあいいや。あ焼き豆腐がちょっと冷めたですね。ちょっと今日はあの油はあの無料で配られてる油じゃなくてごめんな。大体ねこれ半分をまずここちょりって焼いちゃって半分は全部煮えてきた後で入れますね。このなんか微妙な差が出るところが僕好きなのね。シャモが今一生懸命やってる。舞台しまってる。
こうやってちょりちょりってしながら食うんだよね、関西の人、関東の人はね。本当知らんかったね。ね、ちょりちょりってしながらね、こう砂糖入れるのをなんか劇的に嫌う人たちってのはもう、なんていうの、あのバカの上乗り、上乗せしたアホ。角砂糖何個分の炭水化物ですよって言われる。バーカ、バーカ。あれも、本当にあれ良くないよね。だって、角砂糖何個分なんていうよりも、あれ体内でさ、脂質に代謝されたら、どのぐらいの量の油にできますよとか、そういう話の方がよっぽどいいわけでね。炭水化物だけでどうだこうだなんてことを議論したってしょうがないんさ。問題は体内に入った後で何に変わるかが問題なんだよね。それをね、はっきりもさせないでね、なんかああやって、これはなんか、核だと何個分だとずっと、バカじゃないお前。これはあれだよ、三温糖、大さじ2杯分だ。いや、本当に入れてるだけじゃん。この核砂糖1個は、核砂糖1個分の核砂糖だ。あ、バッカバッカ。もうね、砂糖をね、こう、それで焦がすと、しょっぱみを強く出せるんだよね。それで美味しいさ。で、肉の最初のこの出し取る肉に上手に入ってくるさ。これが麺さ。それで、ランキング第何位だっけ、ランキング第10位糸こんにゃくと椎茸。糸こんと椎茸はほらあれだろ、何だっけ、水を運んできてるからね。うん、糸こんと椎茸で入るのが第何位だろう。で、釣り台。ちょっと待って、ちょっと酒だったっけ、酒が入りますね。もうちょっと醤油。砂糖なんてよかったかな、もうちょっと入った方がよかったかな。砂糖はね、本当にあれの味強くするためだからね。これを炭水化物多い料理だって思うのはただのバカ。うまい料理だと思うのは詳しい人間。てっちゃらーん、てっちゃん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 ってね。えのき、これ何位だったっけ。でも今日の順位だよね、絶対ね。人参もね、入るね。これうちの奥さん、血は入るね。うちは入ったことなんだけどね、うん。で、ネギ。白菜は水を運んできてくれてるからね、この人たちが一番そこにいらないとダメだよね。割り下とかなんかもね、入れたりするね。だしつゆ入れたりするとこもあるんだもんね。うちはもうこれだ、うん。で、まあ第1位焼き豆腐ね。こういう感じでね、入ってきますね。ちょっと、もうちょっと煮えたら春菊の葉っぱ部分が投入されます。うん、うまそうだな。
と水をちょっと入れてやって、その後でこの牛肉がね、入りますからね。グラグラっといってますよね。白菜はこれお湯の中でだんだんガサが減ってって、その分水が出てってね、それでも美味しくなりますね。ちょっと食感み足りないね、多分。もうちょいしょっぱくだな、もうちょっと味が入ってからだね。味決めるのはもうちょっと先でいいかもね。タッタカタン、タン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 。ということで、これが出てきます。シャモ。シャモはね、焦げないように内臓がこうパリッ、全体がパリッとなって、この内臓にこう卵とか入ってるでしょ。ここがちょうど美味しく食べれるぐらいまでね、なるのがやっぱり一番美味しいよね。一物全体食って言って、全てを食べれるわけでしょ、生命の全てをね。こんな素晴らしいもの、さすがに牛とかなんか生命全部食うわけいかねえじゃないね。蹄もあるしさ、角はあるしなあ、牛を全部食おうと思ったらこれ大変だよ。思いません、誰もそんなこと思いません。でも石塚さんや先生はそう言ってんだよ、牛全部食えって言ってねえよ。ああ美味しいね、美味しい美味しい。はい、じゃあ真ん中のところをねちょっと開けてね、ずいぶん水が飛んだでしょ、水が飛んで、ね、こうなってるから、ここに牛肉を入れていくぞ、牛肉を入れていくぞ、しゃぶしゃぶですね。しゃぶしゃぶの牛肉なんだよね。で、最初にこう焦がさないで入れるから、ここの肉ってさっきの肉はちょっと色合いの違う肉なんだよね。これ相当量多いよね、牛肉ね。牛肉の味がどんどん入っていくからね。もう残すのしょうがないから、みんな使っちゃおう。あれは年末ぐらいに買ったみたいだよね。確かね。牛肉の旨味がね、全体にこう回っていきますけど、おうまそうじゃの、うまそうだね。これちょっとこうなんていうの、卵かなんかをこう割ってやってさ、入れてやるともう何も言いたくないぐらい美味しそうだね。うん、うまいうまい、これはうまいわ。白菜の葉っぱの部分がね入っていきます。ちょっとあれだね、量がすごい多い感じするよね。これみんな水だから基本的にね。
醤油もちょっとかけてった方がうまいね。吸われますからね、しょっぱりね。もうちょい水入れた方がいいね。もうちょい水を入れて、お酒だな。もうちょいお酒を入れて、はい、ゆっくりと、野菜の中から水が出てね、それでまた戻っていきます。そうすることで美味しさが移っていきますね。あー、うまい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 、あ、食いたい食いたい、うまいね、これね、食べたくたいね。あんまり高い牛肉じゃないんだけどね、しゃぶしゃぶで十分美味しいですよ。鍋にするときはね、これでこれ鍋ですからね。はい、じゃあすき焼きがおおよそ OK ですね。このままと弱火でもうちょい煮たら終わりですね。そしてしゃぶがね、しゃぶこうやって取ったときにここはもう十分硬いと OK ですね。うん、OK だね。これじゃやると焦げちゃうね、尻尾とかね。だからこのぐらいでいいんですよ。あー、しかも。じゃあちょっともうちょっと仕事をして、8時頃には終わるんで、今日の分は。そしたら、ちょっと食べますかね。はい、じゃあまずはこれで OK ですね。はい、じゃあおじいちゃんの分は後でちょっと作ることにして、お休みでございます。じゃあ皆さんも生湯お前になんかやろうか、ほら、はい、白菜あげたよ。あ、欲しがらねえ、これ。はい、じゃあ今日は美味しいすき焼きです。